皆さんこんにちは。こんにちは。サッカーゲーム FIFA21 を使った J クラブと FIFA のコラボイベント、 J クラブ FIFA21 フェスティバル、略して FIFA フェスのお時間がやってきました。私本日の MC を務めます実況アナウンサーの西達彦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はずめと申します。本日解説しますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1月には EJ リーグという e スポーツ界のトップ選手たちが日本一をかけてしのぎを削った大会が開催されました。また2月には FC 東京、川崎フロンターレ、横浜 F マリノス、そしてサンフレッチェ広島の4クラブのサポーターが気軽に参加できる e スポーツイベントとしまして FIFA フェスサポーターズトーナメントが行われ大変盛り上がりました。そして今回はそのサポーターズトーナメントに参加した OB 選手たちによる振り返りの座談会、そしてその選手たちが一緒に直接対決をするという FIFA フェスレジェンズカップを開催いたします。その組み合わせなんですが、まず1回戦サンフレッチェ広島対 FC 東京、そしてもう一つの試合が川崎フロンターレ対横浜 F マリノスという形の組み合わせになっております。レジェンズカップで優勝したクラブには実は素晴らしい商品がありまして、こちらのトロフィーが贈られるということになります。ぜひこれをかけて皆さん熱戦を繰り広げていただきたいと思います。はずめさんは元 e スポーツプロというお話を聞いております。はい、はい、FIFA の12、まあ、12ですねの時、約もう10年も経ちましたけども、昔その FIFA の日本代表として世界大会に出場しまして、先日の EJ リーグなんかでは今解説という役職でいろんなところで FIFA の盛り上げ役をやっております。はい、はい、もうその大会ではね、しっかりと全部の選手の試合を見ていただいてますよね。バッチリです。もう今回出ていただく3人の選手にもどんなプレーが出るのかというのは楽しみですね。さあそんな FIFA21 サポーターズトーナメントに参加していたレジェンドの皆様にご参加いただきましょう。サンフレッチェ広島クラブリレーションズマネージャーの森崎和幸さん、 FC 東京クラブコミュニケーターの石川直弘さん、そして横浜 F マリノスクラブシップキャプテンの栗原雄三さんにご参加いただきます。なお川崎フロンターレのフロンターレリレーションズオーガナイザーの中村健吾さん、残念ながら本日急遽欠席となりました。ですので今日は、森崎さん、そして石川さん、栗原さん、レジェンド3名とお届けしてまいります。まずは森崎さん、こんにちは。こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずサポーターズトーナメント参加されて実際感想いかがだったでしょうか。そうですね、まあ、昨年からコロナ禍でなかなかそのサンフレッチェのファミリーの方と触れ合う機会がなかったんですけど、まあ、ゲームを通して、触れ合うことができましたし、まあ、ゲーム自体は楽しかったんですけど、まあ、皆さん強くて、まあ、強くて強すぎて、まあ、僕はもう完全完敗でしたね。ちょっと若干心が折れた感じもありますかね。いやもう若干じゃないです、完全折れました。はい、ただ今回レジェンド対決ですんで、おそらく多分実力白昼してるんじゃないかなと思います。最後に意気込みをお願いします。そうですね、まあ、まずは勝利の味を味わいたいので一つは勝ちたいなと思ってます。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして石川直弘さんです。石川さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。サポーターズトーナメントやってみて実際感想いかがだったでしょうか。初戦にですね7点失点しまして、心折れそうになったんですけど、まあ、はずめさんにその時にも解説いただいたんですけど、まあ、最初にやっぱフェスなんでフェスとこう楽しんでいこうというところにの言葉に助けられまして、でその後は0-1、0-1で両方とも負けちゃったんですけど、本当に楽しみながらファンサポーターの方とも触れ合うことができたなと思います。ということはいい流れにだんだんなってきてるってことですもんね。ちょっと手応えつかみ始めたんですよね。だからちょっとお互い数も試合勝ってないんで、今日はちょっとその対決がぜひ楽しみにしてもらえたらなというふうに思います。かなりもう始まる前からバチバチでございます。今日どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。そして横浜 F マリノス栗原雄三さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
栗原さん、サポーターズトーナメント参加されてどんな感想だったでしょうか。そうですね、自分もあんまりゲームやったことなかったんですけど、本当に実力的には未知数で、やってみたら意外にいい結果出せて、多分サポーターの方が気使って勝たせてくれたんじゃないかと思ってます。あとでちょっとね、どんな感じの試合だったか振り返りたいと思うんですけども、はずめさん、なんか優勝候補だっていう話もね、はい、なんか我々聞いてます。そうですね、やっぱ栗原さんやっぱ守備の選手だったので、この FIFA 結構守備が難しいって方、初心者の方がおっしゃるので、そういった中で守備がしっかりねできているので、まあ、まずは失点しないというのはね、サッカーでも大事なので、まあ、それができて栗原さんは優勝候補かなっていう感じがしますね。ですので、我々栗原さんにめちゃくちゃハードル上げて期待してますんで今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではですね、続いて FIFA フェス座談会を始めてまいりたいと思います。今回は FIFA フェスサポーターズトーナメントで全試合を解説されたはずめさんが、元 FIFA トップ選手の目線で、それぞれの選手のすごいと思ったプレーをテーマごとにまとめてセレクトをしていただきました。それを見ながら皆さんと、まあ、現役時代のですねプレースタイルとこう比較をしながら、楽しんで見ていきたいなというふうに思います。さあ、それではマリノスの、栗原雄三さんのプレーから見ていきたいと思います。まずはゴール集からいきましょう。これ最初、これあれなんですね、失点シーンから始まるんですねあ、ただこれいいチャンスのシーンですよ。あ、これセアラが決めるんですよ。セアラが新戦力を使って決める、これなかなかいいですねいいですよね、なかなかね、まだ見れてない新戦力ですからね。さあ、ちょっと今おそらく石川さんと森崎さんにですねプレッシャーが結構かかってるんじゃないかなと思いますが、めちゃくちゃ上手いじゃないですかめちゃくちゃ上手いじゃないですかめっちゃこれ詰めてるし詰めてるし多いですね。なんか結果がご覧の通りで、これサポーツトーナメントの2位なんですよね。いや、すごいですね、本当に負けなしですからね。得失点差だけっていうところ、本当ギリギリのところまで競ってたと思うと、やっぱ栗原さんすごいなと思いますね。これだけ見たらなかなかの成績なんですけど、優勝した方とやった時ボコボコにされましたけどね、ボコボコになんかやられた方の記憶がどうしても大きいんですかねそうですねまあでも本当に素晴らしい成績で2位という形でね、勝ち上がっています。じゃあ、その栗原さんのプレー、どこがすごかったのか、はずめさんと一緒に振り返っていきましょう。はい、それではですね、まず栗原選手はですね、まずディフェンスなんで、コンセプトとしては静と動の守備、そしてマリノスのスタイルである全員攻撃です。はい、ということで映像の方をご覧ください。まずね、これ最初のシーンなんですけど、サイドやられてるって思うんですけども、中カットインされたところ、ここは動かないでボールを出すとカットするんですよ。この辺はね、やっぱディフェンダーらしいなと思うんですよね。しっかりこのね、はい、この後ねカウンターまでつなげるんですけども、ここでねまたティーラとね、サイドバックもここまで上がってきて、ここ出てきたのが大木原選手、ボランチの選手上がってきて、こうなってシュートまでつなげるってところはマリノスらしいなっていう攻撃につながってるんですよすごい、もうクラブを体現している栗原さんという感じなんですが、これ実際森崎さんご覧になっていかがですか、この守備組織とカウンターと。いや、ちょっとレベルが違いますねちょっとマジで自信なくなりました今見て本当にこれ普段やってますよね、まあ、間違いなくいや、もう今のプレーだけで相当きてますが、じゃあ続いてどんどんいきましょうかね2進目いきます。ここはですね、逆にやられちゃったシーンですね。動きすぎちゃって、やっぱ1対1こう縦に来るなと思ったのが、逆疲れてシュート打たれるっていうシーンなんですけども、うん、まあ、ここら辺は逆に栗原さん、ここからね変えてくるんですよ、守備を。これなんかちょっと縦ちょっと、ね、詰めすぎないで中カットインしてシュート打たせるんですけど、ここは入らないっていう距離感が分かってるんですよ、栗原さんは。この辺のね、どこやられていいのかやられちゃいけないのかっていう、ここの判断の速さがやっぱね、元プロ選手だけあってすごいですね。いや、これ石川さんどうでしょうね、攻撃陣としてはなかなか崩すの大変ですよ。そうですね、雄三のスタイルが出てますね、まさに守備のところでドーンと構えて、
いや全然怖くねえぞみたいな、なんかそんなスタイルが出てるので、僕なんかあの飛び込んじゃうタイプだし、逆に僕が攻撃のところでなんかそういう音なんか落ち着いてる雄三をこう引き出したいなっていうのはありますけどね。まず勝たないといけないですからね、数に。いやなんかもう今日ね勝った前提で話してるけどさ、なんかちょっと待ってよ、まだそうだよ、まだね、まず一番最初はね、カルトだからね。そうよ、そうそう。じゃあ続いてのシーン行きましょうか。センターバックがっつり上がってきてボール取るんですよね。今まではちょっと引いて守るっていうこともしてたんですけども、まあ、危ないシーンになったら高い位置でしっかりボールを取りに行くっていうのはね、大事なことではあるんですけども、それをしっかりできるこの FIFA のテクニックを持ってる、この辺は栗原さん、このパス構成しっかりね入ってますし、視野も広いなって感じがしますね。いや結構たまたまな要素も多かったんですけどでもそう言ってもらえて嬉しいです続いてのシーンも行きましょうか。ここね、逆に攻撃のシーンなんですけども、ここで止まるんですよ、一瞬。これで、ね、最後取られてしまうんですけども、これ FIFA のトッププレイヤーでもやるんですけども、一回あの辺でバイタルで止まって相手がどう動くのかっていうのを判断するんですよ。これをね、落ち着いて栗原さん攻撃のシーンでもできてるあたりに、なんか結構勉強してきたんじゃないかな実はみたいなところも見たんで、なんかここをピックアップさせていただきましたまず確認をしたいのは、栗原さん、これ意図的にしっかり止まったというシーンなんですね。そうですね、敵も結構ブロックっていうか前にいたんで、うん、一回時間を作ろうと思って止まりました。ちょっと見ると強そうな感じが、はずめさん、栗原さんしますね。そうですね、やっぱりこう、うん、守備のシーンも良かったんですけど、攻撃のシーンでもあえて全体見る余裕があるっていうところでは、ね、やっぱりこう FIFA のトッププレイヤーでもやるようなプレーができているので、まあ、栗原さんちょっと頭抜けてるかなっていう感じがしますね。さあ続いてはサンフレッチェ広島の森崎和幸さんのプレーぶりに移っていきましょう。まずは全ゴールシーン振り返っていきます。あ、これですね、最初コーナーキックから入ったんですよね、先制点。結構コーナーキック FIFA 入りにくいって言われてる中で、このコーナーから取ったところまでは良かったんですけどね。ちょっと知ってるシーンが多いですねなんかやっぱりこれもやっちゃいけないやつですよね、これいや、ちょっとこれ石川さんもちょっといけんじゃないかなと思ってるじゃないですか。いや、あの僕も知っていっぱいしてて、後の映像が怖いです、これ笑ってますけど逆に森崎さんがどんな気持ちでこれを見てるのかもね、気になりますが、はい、いや見たくないですねお、来た、おお、素晴らしい、しっかり取ってるじゃないですか、いや、知っても多かったんですけど、結構点も取ったんですよね、だから今日はやっぱりちょっと守備面ちょっと頑張りたいなと思ってますね。なるほど、確かにこうしてみると複数点結構取ってんですね、試合の中でね。そうなんですよ、もう課題は完全に守備っていうのは分かってるんですけど、その守備がなかなかできないですよね、どうしていいか分かんないですよね。そこからどれだけ練習を積んできたのかそうですねやっぱりこれ守備ははずめさん、なかなか簡単にはできないですよね。そうですね、結構カーソルどこを動かしてスペースを潰すのか、カバーに行くのかみたいなところがあるので、これはね本当のサッカーと一緒なんですけども、ついついやっぱ飛び込んでしまうんですよね、結果スペース空けてシュート打たれるみたいなところがあるので、まあ、守備の難しさってのはありますね。ということで見てみると、ご覧の通り2点取ってる試合が、確かに森崎さん攻撃は結構いけましたね。いや攻撃は結構コツをつかんだんですけど、やっぱり守備ですね、まあ、さっきあの、まあ、雄三のそのシーンを見ましたけど、まあ、いかにその我慢できるかっていうのが大事なのかなっていうのはちょっと思ったので、まあ、できるだけ飛び込まずに我慢しようかなとは思ってます。ということで早速栗原さんのプレーぶりから学んでるというね。そしてですね、森崎選手のコンセプトは堅守速攻、そしてウイングバックの活用という形になっておりますね。こちらの VTR ご覧ください。
まあ、まずここですよね。もうハイネル選手、右選手の選手を使いながらこう中に回していくようなシーンがまず始まりますと。ただここで取られてしまったところで、この深いスライディング、おお2回も行きました結果イエローカードになるんですけどね、やっぱり広島といえば堅守速攻ですし、あの一緒に、ね、出てた中島さんも、ね、スライディング深いんだよっていう話されてたじゃないですか現役のプレーはこのゲームの中でも現れるというのはちょっと面白かったんですよねいや結構森崎さん行きますねいやもう取れないんでとりあえずスライディングしました石川さんも随分あのスライディングはちょっとびっくりされてましたね。いや思い出しました、あの現役の時に試合して結構涼しい顔してがっつり来るんですよ思い出しましたやっぱりプレーは反映されるもんですね、ゲームのプレーもね。出ますね、はい。さあ続いてのシーンいきましょう。全体的にやっぱり森崎さんはこうウイングバックを使って攻めていくシーンが多かったんですけども、ここもねハイネル選手が1回取られるんですけど、もう一度取り直してまたここサイド行くと、で中で釣ったのでここがフリーになってクロスからのヘディングシュートと、まあ、ここはね取られてしまったんで、あのキーパーがセーブしたんですけども、やっぱ切り替えからのまたサイドっていうところで内外を、ね、使い分けてたので、ここうまいなと思いましたね。まさにこうサンフレッチェらしい、ね、あの幅の使い方というイメージがありますが、うん、森崎さん攻撃のは結構いい感じでやってましたが、狙いどうでした？そうですね、もうとにかく、まあ、サイドにスピードのある選手を置いて、まあ、サイドを崩して、まあ、最後中で仕留めるっていうのを、まあ、心がけてやってましたね。栗原さん、この攻め方いかがでしょうか？はい、いやなんかすごい謙遜してるだけでめちゃくちゃうまいなと思って、で多分点数も一番3人の中で一番点数取ってるんで、攻撃の形が一番持ってるんじゃないかと。直くんは見てないですけどまだ、はい、まあ何でしょう、5点ね3試合で取ってるということで、はい、じゃあ次のプレー見てみましょう。ここはね守備のシーンなんですけども、まずねこれ中島さんが結構ねコーチするんですよ。もう行くな行くなみたいな引け引けみたいな、突っ込むなって言うんですよ。でここでしっかり、ね、逆に攻撃になった時に溜めてサイドに行くと、で先ほどねクロスからシュートまで行きましたけども、今度カットインしていくんですよ。おお、やっぱねなかなかクロスが入らないっていうのを判断すると、今度ねカットインしていくっていうところで、でそれもちゃんと成功してるというところが、ここのね対応力のね速さっていうのがね、あの良かったですね。森崎さん、試合やりながらやっぱりだんだん見えてきた感じだったんですか？いやなんか最初はクロスからシュートっていうのはすごい考えてたんですけど、ハゾメさんのアドバイスで、いやクロスからはなかなか入んないよっていうのを言われたのでそこから変えましたね。石川さん、サイドの今のプレーご覧になっていかがでしょうか？そうですね、あの広島と僕やるときいつもあのウィングバック、まあ、僕サイドで対応したりするんですけど、めちゃくちゃ嫌なんですよ。高い位置取るときと、やっぱなんかサボってるようで実はなんかあのガッと出てくるみたいな、だからサイドバックがつくの、うん、サイドハーフがつくのみたいなところでいつも迷いが生まれるんですよ。そういう部分のなんかこう戦い方と知ってるんじゃないかなっていう、今日今どう対応しようかなと思う、ずっと考えてました頭がここにあらずです心が続いてのシーン振り返っていきます。これはね、あのシュートまでつながるシーンなんですけども、まあ、アドバイスを受けてクロスではなくて足元足元でいって、これがねゴールにつながるというシーンですね。結果につながりましたね、ついに。森崎さん、もうこれすごいですよ。崩し完璧じゃないですか。崩し完璧で先制点取れてるんですけど、やっぱそこから崩れたんですよねなぜか。普通ならサッカーの場合は先制点取ればかなり優勢になるんですけど、まあ、ちょっと勝負弱いんで、今日はその辺もちゃんと考えながらやりたいなと思いますね。じゃあもう一個の方ちょっと、はい、これもね最後崩しのシーンなんですけども、これね最後ラストワンプレーなんですよ、はい、で前に行きたいんで右に選手が余ってるんで、これ使いたいんですけども一回縦に当ててセンターバック食いつかせてサイド使うっていうところで、なんかねこのサッカー感というのがねちょっと見えるところが地味なんですけど良かったんですよね。ハザメさんがおっしゃる通り、あそこでまあ一回時間作ってその右サイドの選手の上がりを待ってましたね。もともと中盤されてるだけあって、全体がやっぱねピッチをこう
把握してゲームを作るっていうところがやっぱねすごかったですね。カズさんは、まあ、そのあたりのプレーメイキングぜひこの後も見せていただきたいなというふうに思います。さあ続いては FC 東京石川直弘さんのプレーぶり見てみましょう。見ますか？ちょっと最初の試合がですねちょっと大変なことになっておりまして心を削るような。今見ました？センターバック逆サイド走ってってたんですかね。最初ちょっとあれですか、コントロール慣れなかった感じですか？そうですね、緊張感もあってちょっと何してるのかちょっとテンパっちゃったところから、まあでもなんか振り切れちゃいましたね。もうやられてはいますけど、はい、今決めた、はい、球が決めてくれましたけどね。え素晴らしいゴール。ただ途中からだんだん石川さんの表情がですねだんだん固まってきて、そうそうそう2点球が取ったんですよ、三田選手が取ったんですけどね。まあ、これじゃあもう長谷川健太監督にもう激怒されますよ。激怒です。始まる前はいや新しいこう戦いスタイルを開拓して健太さんに物申すぐらいな感じで僕言ってたんですけどもうところが俺は怒られちゃいますね。はい、ところがでも今肌の号はしっかり止めてたんですけど相当ビッグセーブ連発してて多分失点はもっとあってもおかしくなかったんですけどめちゃくちゃ止めまくりましたね。確かにビッグセーブのシーン今何回もね、はい、見せてくれていますが、いやこれはちょっと厳しいな。いねえ、うんうん、さあ最後攻めていくシーン、いやー敬語っぽいんですよこのシュートが。もう決めないんですよ。人のせいにしてました。結構、はい、全部でご覧の通り残念ながら3連敗だったんですが、ただ残り2つの試合に関しては接戦だったんですよね。そうですね、はぞめさんにもアドバイスというか守備のところでやっぱ飛び込みすぎないっていうところで、まだでもやっぱ寄せきれないところもあったんですけど、まあ、守備のところの安定が一つ、まあ、僅差だったかなっていうところはありますね。森崎さんご覧になっていかがですか？いやでもまあ結果を見ても分かるようになんか試合をするたびになんか成長しているのかなと思うので、まあ、ただ今日は1試合目が僕なので成長する前に対戦できるのは大きいかなと思いますね。いやそうだなと思いまして今試合確かに多くねえなと思って僕なんかやりながら成長していくタイプってこの間思ったんですけど、もうその流れの前に断ち切られますねこれね。石川選手はですね唯一、まあ、アタッカーだったこともあるのでコンセプトは攻守の1対1とドリブルの仕掛けです。まずねやっぱこの辺もうサイドで持つともうフェイントしながら縦に行くんですよね。でカットインするんですけど今回最初なんでここ1試合目なんでこうサイドバックに最後と、サイドバック抜くんですけどもセンターバックのカバーで取られてしまって試合終了というシーンですね。でも最初からね色濃くやっぱドリブラーっていうのがね現れてますね、うん、サイドの突破、まあ、個人的にもそういうスタイルでやっていたので、うん、そこのこだわりというか、まあ、そこでどうその次につなげていくっていうことが課題ではあるんですけど、なんか自分もそのドリブルをしながらリズムを作っていたので、そのリズムを作りながらまあチャンスメイクゴールまでつなげたいなと思いますね今日は。栗原さん、こうやって結構サイドやっぱりドリブル仕掛けがあるかと思いますがどういうふうに守っていきたいって考えますか？はい、そうですね、やっぱり飛び込みすぎずにどしっと構えて直くんの特徴を出させないような戦いができればいいなと思ってます。もう今のコメントだけ聞いてると現役時代に FC 東京とマリノスが対戦をするときのような感じのコメントいただきました。ありがとうございます。さあでは続いてのシーンを見てみましょう。まあね、最初の試合は結構、ね、縦にの意識が、ね、強かったんですけどここで、ね、今度溜めるっていうのを覚えるんですよ。によってここ2人目3人目出てきてこうやってまた、ね、ドリブルが生きてきてシュートまで行くと、ね、これはね残念ながらね最後ディフェンスが入ったんですけども、まあ、ちょっとね全体を見る余裕が出てきたこの2試合目という映像ですね。森崎さん今のためなんか結構いい感じのためでしたよね。ちょっと嫌ですね、なんか、まあ、ドリブルの対応をまず頑張ろうかなと思ってたんですけど、まあ、多分寄せないと逆に出されるしっていうところで結構難しいなと思いましたね今見てて、はい。
はい、すでに駆け引きがちょっと始まっていそうなねところもあります。さあでは続いてのシーン見てみましょう。同じようにこれねサイド突破していく、なんかボールを浮かせるんですけどね、中心カットインしていて抜けるんですよ。でここシュートをやるんですけど、これ実は中に選手がいるんですよね。パス出してもいいとこなんですけども、シュートで終わるっていうあたりがやっぱアタッカーのこう命みたいなところがやっぱ出てるんですよね。石川さん浮かしましたね、サイド。はい、はい、いらない多分浮かしだと思うんですけど、まあ、そういうこうなんかファンサポーターも煽りながら盛り上げておいて最後フィニッシュでさらに盛り上がるっていうイメージはしながらも、もう一つはうちのサポーターがシュート打たないとシュート打てって言われちゃうんですよ。シュート打てコールあります、ね、まずは、はい、シュートをガンガン打っていくっていうところでパス選択も大事ですけど、なんか自分で行き切るってことも大事にしたいなと思いますね。いやでもあんなのを目の前でやられちゃったら栗原さんちょっと嫌ですもんね、浮かしたりされたらね。もう速攻削りに行きます、ね。さあ続いていきましょう。これね守備のシーンなんですけども、やっぱ守備も基本ね1対1で行くんですよね。ここら辺ももう裏へいる選手数的不利ではあるんですけども、前から前からもう1対1仕掛けて、まあ、最後はね結果こうやって間抜けてシュート打たれてしまうんですけども、この辺のアグレッシブさっていうのはね石川さん結構多かったんですよね、守備のシーンでも。まあ、FC 東京もやっぱ堅守速攻の部分もあるので、しっかりした守備から引き込んで、簡単につなげるっていうシーンも増やしていきたいなと。今のは逆にカウンターされちゃったんで、はい、そういうシーンも増やしたいな、逆に自分たちが引き込むシーンも増やしたいなと思います。まあ、最後はねドリブルで締めたいと思うんですけども、今度はね縦じゃなくてこうやって緩急で溜めながらちょこ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 やって逆サイド、そして縦に行くんですよ。おこの緩急をねまた覚えたというところで、ドリブルのね種類が増えたんですよね。今日はこのドリブルがどれぐらい見られるのか楽しみですね。今最後、右サイドでドリブルしてた選手が、まあ、今野選手といってですね、うん、まあ、FC 東京のもうメッシみたいなもんなんですけど、キュンキュンなんですよ、はい、で彼を、後半のどのタイミングで入れようかなと今すごい考えているところです。というもう交代のイメージまでしっかりとされてらっしゃるという守備のところのちょっと課題はあるんですけど、まあ、今の現在の FC 東京のようにですね、失点多くてもさらに得点多くして勝つというスタイルも見せたいなと思います。はい、ありがとうございました。ということでレジェンド選手たちによる FIFA フェス座談会、まあ、ある意味反省会のところもありますけれども、はい、こちらをお届けいたしました。さて、ここで PS4 トーナメンツオープンシリーズのご案内です。PS4 トーナメンツオープンシリーズはオンライン上で開催されるゲーム大会です。全国のプレイヤーと腕前を競い合うことができます。 PS4 トーナメンツオープンシリーズは毎週オープン予選が開催されまして、各予選のトップ16名のプレイヤーが月末に開催されるマンスリーファイナルへと進出します。オープン予選は期間中何度でもご参加可能です。日本一の名誉を勝ち取りましょう。エントリーはゲーム内の PS4 アカウントを連携するだけで簡単に行います。すべてのプレイヤーが楽しめる PS4 トーナメンツオープンシリーズに今すぐエントリーしましょう。この機能結構皆さん使っておりまして、誰でも使えますし、本当に初心者がねレベルアップのためにもいいですし、上級者同士がやっても世界大会目指そうみたいなところも使えますし、実際ですね世界大会の切符もこの大会のトーナメント機能で使われてたところもありますので、本当にねこう初心者から上級者の皆さんの方に使っていただきたい機能ですね。もうじゃあみんな共通でね楽しんでいただけるという大会です、うん、ぜひ楽しんでいただきたいというふうに思います。この後はいよいよ皆さんが直接対決をします FIFA フェスレジェンズカップをお届けしてまいります。サポーターズトーナメントから時間が経ちまして、おそらく皆さんも FIFA21 の練習をがっつりされたと思います。ぜひ本日はクラブを背負っている代表ですので、その代表として再びユニフォームに袖を通して戦っていただきたいというふうに思います。初代レジェンズカップの優勝者は誰の手に。いやー、はずめさん、はい、注目ですね。このね豪華なトロフィーもご用意してありますので、どのクラブがこのトロフィーを手に入れるかというところが楽しみですね。ねえ、さあそのレジェンズカップトーナメント表どうなっているか改めて確認をしたいと思います。1回戦はそれぞれサンフレッチェ広島対 FC 東京、
横浜 F マリノス対川崎フロンターレとなります。続いて大会のルールの説明です。主要クラブはそれぞれの所属クラブで戦っていただきます。能力は選手間で不均衡のないよう調整された統一モードを使用します。ではレジェンズカップの第1試合サンフレッチェ広島対 FC 東京の一戦です。いや楽しみなハズブさん一戦ですね。そうですね、まあ、前回のね、うん、やった経験や反省をこの試合で生かされるのかっていうのは、ね、第1試合からですけども楽しみですし、ね、先ほどコメントでバチバチに、ね、もうプロレスしてたんで、はい、ねここどうね、しかもあの森崎さんと石川さんがなんか同級生、しかも誕生日が3日違いっていうことらしいので、はい、まあ、その辺も含めてちょっと楽しみですね。果たしてどんな駆け引きがあるか注目です。フォーメーション自体は、ね、いつも FC 東京が使っている、まあ、4-3-3 というフォーメーションですけども、はい、この辺打の選手を選ぶのかっていうのもちょっと楽しみですし、今映っている、ね、センターバックのウビニ選手なんかは、ね、まだ来日できてはないんですけども、まあ、ゲームの中で先に使うかみたいなところもちょっと楽しみですよね。そうですね、使います。ありがとうございますありがとうございます入れていただきました毎週そのリアルのサッカーであった結果がこうフォーメーション、ゲームの中でのフォーメーションにも反映されるので、うん、サブとかリザーブ、スタメンも全部変わってくるので、まあ、その辺は、ね、しっかりサッカーをご覧になっている人ほど楽しめますし、初めて、ね、FIFA からサッカーを見るっていう方もいらっしゃると思うので、本当に楽しめるソフトですね。はい、さあ、いよいよ設定が整ったというところでキックオフを迎えようとしています。サンフレッチェ広島対 FC 東京の一戦です。森崎さん、どんな感じのシステム、スタメンというイメージでしょうか。いやー、サンフレッチェはそれ今年からちょっとシステム変わったので、はい、まあ、今年のシステムでいこうかなと思ってます。その今年のシステム、まあ、ご覧の通りの形で4バックで入っております、うん、はい、今キックオフがされました。まあ、お互いの何かで、ね、形をどういうふうにやっていくかというところから非常にこれ注目ですが、まずはしっかり丁寧に森崎さんビルドアップやってますね。森崎さん、キックフェイント覚えました？大丈夫です大丈夫ですよ。さあ、ジュリオサンドスから中央入れて川辺から左へ青穴、しかしここは中村穂高がカットをして東、ここら辺もドリブルでね、まずは持ってくるんですよね。うん、この辺やっぱりこう石川さんらしいなという感じがします。さらに左に展開、レアンドロ、あ、なんか浮かした、おー、浮かした浮かしたそして中央へさあ、そして東シュート、ブロックされました。敬語な、やべえ、なんかさあ、今度はカウンターシチュエーションになるでしょうか。やばい、浮かされたよ、さっきいいよ、イライラしてファイルしてもらったジュニオサントス、その対応知らないよ。左サイドから森島が行きますが、外に追い込んでいく、一発に行っちゃダメなんだよね。なんか通しますが、ここは森重カット。いやね、この森重選手がね、このあ違うボランチから戻ってくるのがいいですよね。うん、さあ、さらにジュニオルサントス、川辺が右にいいオーバーラップからクロスが入る、来た、シュートへ、オーケー、おー、しかしここは旗野がセーブをしました。結構あれですね、広島いい感じで入ってるんじゃないですか。そうですね、やっぱこのサイドハーフ扱い方非常にうまかった、浅野選手のクロス良かったですよね。さあ、ここからディエゴリベラボールキープ、お、浮かした、浮かした結構浮かしますね、学んだもの浮かしてシュート、大里ストップ、ちょっと待って、その浮かしうざい何知らないし、そんな浮かし方。さあ、ここからコーナーすぐにボールが入ってきて、森重ボールキープ、レアンドロ繋いで、さあ田川、いやー、シュートブロック、左足得意の荒木のブロック、本当この短い期間で結構ね、守備でしっかりこうね、食いつきすぎないとか、みんなね、両方ともできてますねしっかり我慢をして、今度は森島中央繋いで、ドグラスビアから中央、ジュニオルサントス、オッケーよ、左に広げた森島、さあ、ここから中央入れたジュニオルサントス、うん、よくブロックをしましたカウンターブロックしてくる、さあ、ここから早い、そのままエアー、ちびったさあ、勝負のディフェンスです、ちびったって声が出てくる、佐々木強いね、やっぱりいい勝負やいい勝負、ディエゴ一回戻ろうか。さあ、まだ両チームともに得点はありません、まあ、序盤の入りがどうなるかっていう、お二方お話ししてましたけれども、はい、うわー、ワイドに狙うな、
いやでもお二人ともこのね本当短期間で上手くなっていて、シュートをねブロックする、結構この FIFA の中でディフェンスの足が伸びてくるので、うん、ある程度外はやらせていい、最後のシュートだけブロックすればいいというね、あのセオリーがあるんですけど、それをしっかりねお互い守っているので、なかなかシュートまでいけてもゴールには繋がらないですね。さあ今度は東京、ディエゴ・オリベラボールキープ、そして東が右広げて田川、いや東の対応です。前向こうとしたところしっかり潰しますね、この辺サイドの攻防ね、うん、はい。さあまたディエゴ広げて、お前左サイド抜け出した、いいシュート、いいよ、右外れた、思わず頭を抱えました、危ねえいや今シュートの良さが出た、あそこで中央に入ってくるところ、今いい抜け出しだったんですけどね、中はこう、あさあ今度は川辺が運んでいきます、いやあのワイドインのやだな、さらに左サイドから森島、お腹通した、壁来た、壁来た、イエー先制はサンフレッチェ広島、いや食いついた、切り返したよねえキックフェイントできましたね、キックフェイントできました、いややられた、これは石川さんにちょっと心の傷を負わせました。さあ先制した広島、ここから立て直せるか FC 東京、もう一回立て直そう、サントスから最近は失点が多いんですよ、先制点取れずに失点してしまうこと多いんで、ただここからですから、はい、そうや、さあまた左に出してレアンドロからディエゴ・オリベイラ、いやー高いな、この辺がでもドリブルキープが上手ですね、そうですね、東からいい形で、おお、またシュート、しかしここは大迫セーブ、いや緊張感あるな緊張感あるねあるなんか硬いもんね硬いでしょ、お互い硬いもんお互い結構ね守備硬い、もうお互いね食いつきすぎないのやっぱ意識してるんで、しっかり制して、さあドーグラスが行く、外広げて東、いやここに入ってくるんだよな、血を入れて森島、左足シュート、おー畑野が仕事をしました、いやーやって見ちゃうと蹴られるな、いや今日もゴーが止めてる、さあここはショートコーナーを選択して浅野、血を入れます、佐々木翔はこの位置、行き過ぎ、あ今この辺り守備相当意識してますよ石川さん、でも集中しすぎてもうコメントなしですからね、はい、さあ今度は右から東が行きます、あただここもしっかり送らせる、しっかりねボランチがね前に食いつきすぎないパスコースを潰してるんですよねいやこの辺りね青山選手の動かし方いいですね、いいですね、はい、さあ中央から行った、おいやちょっと遅いな、ブロックをしました、さあまたカウンターのシチュエーション、カーブが縦入れてドーグラス・ビエラ、いい形の展開、左サイドから森島、あばっ、あばっ、消したか、一応から行きましたね今あれ、さあフリーキック、壁は3枚、結構ディフェンスも駆け引きやってますが、おここは青山に預けてきた、変えてきたカウンター、カウンター、しかし、しかし、しかし、変わらなかった、森崎さんのこのプレーみんな騙されましたね今ね直接フリキューの蹴り方知らないもんそういうことなんですか前半1対0、サンフレッチェ広島リードで折り返しです。ただシュートの方はこれ FC 東京6本打っていたという前半でございます。まあ支配率もこんな感じでしょうね後半のキックオフ、東京ボールでキックオフがされましたリズムリズムそれ最初の動かし方がイライラさせるっていう、それムカつくわちょっとなんか足技を使う余裕がだんだん出始めてきてる感じはありますが、さあディエゴ・オリベイラ、あーちょっと長いか、左、あーちょっと止まりました、
野上がカーブに入れていきます。もうちょっとオープンな展開になるかと思ったんですけど、本当にお互いキープしながらね、少しずつ少しずつ攻めて、それをね食いつきすぎないで守るっていう結構コロート好みな試合になってますね。ブロックはしっかりと形成をされております。そしてドグラスベアから左へジュリオン・サントス広げて、さあ東が上がってきた。そしてジュリオン・サントス中央へ、さあ抜ける、あーここは盛り重だったでしょうか。素晴らしい守備がありました。ここからドグラス・オリベラボールキープ、そしてディエゴ・オリベラボールキープ、そう左へ広げる、さあここからレアンドロ浮き玉からのボレー何をするかというプレー来ました。やーべいやなんか石川さん遊び心出ていますね。ちょっと遊びすぎましたね今余裕がありすぎましたね。いらないですよねさあさらに左広げて東から中央入った、おお、ここもしっかりと守っています。でも森崎さんもねこういうね一回中に当ててからスルーパスとか、あのね、直そのまま前に行かないで一回当てるっていうあたりのこの落ち着きがやっぱいいですね。こうプレーメーカーらしいね、やり方をやってます。さあ左からレアンドロ抜ける、ちょっとずつ大きく当たるシュートが来た。さあここで1点返しました、1対1。さあ見てみよう。いやーやられた早いな。ちょっとでかくなったと思ったんですけど、ええ、はい、いい感じで抜け出しましたね。メンバー変えます。お、ここでメンバー変えるということで、サンフレッチェがメンバー変えるという形になります。いやでも逆にね、本当にここまでの展開1対1完全に競ってますよ。いやそうですね、本当にお互いこうね、先ほどの今までの経験を生かして本当に試合をしているので、この次のゴールがおそらく決勝ゴールになるでしょうね。堅い守備をお互いに1点ずつ割ったという、そんなここまでの展開です。あと3分の1。お、誰が変わったんだ。浅野選手入ってきました。で、うわ浅野だ。さあ森島から河辺、これ浅野選手をどう使うかですね。まあね、このサイドのアタッカーがね本当に使うのが浅野さんも上手かったので、はい、あ失礼しました、あの森崎選手も上手かったので、まあここのねこの後ウィングバックがこうカットインしていくのかクロスしていくのかっていうところも楽しみですね。はい、さあ縦入れて森島ボールキープ、お失わない失わない、右広げていって浅野に預けて、もう一回森島、そしてジュリオン・サントス中央、川辺前向く、どうだシュートは打たせない、なんとか中村穂高クリアをした。守備堅いな、これ明らかに石川さんが、おー来た、おー、うん、あーいい、荒木がなんとかギリッギリの展開やってます両チームともに。いやー上がってきた。さあ佐野から右サイド広げてくる、さあハイネルが来た、ハイネルも入れてる、足技使ってジュニオル・サントス切り返しかけた、シュートへ、またのそして浅野が決めた、浅野浅野が決めました、交代策ぴったりはまりましたいや食いついたね、またね逆サイド開いちゃった。いやもういけたんじゃないちょっと今のはちょっともうしてやったりというこの森崎さんの表情ね、キックフェイントでしたもんね、あれもね。いやー気持ちいいっすね、キックフェイントで前回できなかったやつしっかりね生かしてきましたね。これ明らかに何も言わずともやっぱり元選手は練習してきますね。しますね。森崎さんは練習してきたんですか。いや正直本当してなくて、おおあれ、いや今日まああのリハーサルの前に少しだけまあ、やりましたけど、はい、この短い間にしっかりねそれを体に馴染ませてるところがすごいですよ ね, ね。さあそしていよいよ法政のメッシ入ってきます。やべえな、言ってたのが入ってきたな、はい入れてきたな、この選手入ってきましたやべえメッシ来たよ、メッシ
さあ、早速その近藤選手に渡して、おお、足技使うやーべえさあ、そしてアダミートン森重左広げておいて、小川からレアンドロ、この辺りの守備も結構しつこい、一度下げる阿部から、さあ森重シュート、いやあ危ねえ、いや打ってきました。さあコーナー、あ、間違えた、あーっと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 このミスはもしかすると試合の流れを左右する可能性もある。浅野ボールキープ、そこは高い位置で取り行こう。さあ気持ちを切り替えて、東京プレッシャーかけるかどうか。ちょっとこのラインが高いんです、ね、そして東が上がってくる、東から血を入れた森島、右に流した、素晴らしい、青山のシュート、いやさらにカーブ広げて入れる、いい守備、うん、いいスライディング、しかしもう一度ハイネル拾う、おスルーした、しかし森重、東、お左上がってる、さあそこに繋がれば、その分じゃない、あハイネルがいた、いやー違うという声が出ました、ダメボリシマから左サイド広げます、また東が上がってきました、うわやらしいな、血を入れて森島、あ逆サイド、ここはレアンドロ読んでた、さあここから阿部どうサイド生かすか、まず縦に預けて阿部優斗、いやさあ右からその今野が入ってくる、今野が入ってくる、浮かしておーおーおお、使うそれが役に立ってるのかわからないが、左シュート、大迫セーブをしました、うざい、やりたい、俺もやりたいそれさあ岡田ボール、森重、いやーマジか、あぶね、いやさあもう87分です、ちょっと巻きたかったな、さああとは時間を使っていけば広島の勝利が近づいてきます、あ出ちゃった、さあハイネル、浅野から中央、ジュニオルサントス右サイド広げる、ハイネル入ってくる、クロスだ、ヘッド、あーコーナー、あコーナー、ウビニのディフェンスでした、アディショナル2分台、キープに入るか、いやらしい、失わない、浅野失わない、あうまい、出てきました、あーくっついた、うわやらしい、マジで余裕が浅野やらしい、笑えるか、あー時間がありませんでしたっしゃ、いややらしいわいやあ気持ちいいな、勝ったらやっぱり、いや素晴らしい試合でしたね、いやいい試合でしたね、本当にお互いのプレースタイルが現れてね、石川直さんやっぱ縦に仕掛ける意識があったりとか、本当森崎さんはちょっといやらしいよね、ボール回しもあって点を取るというところがあって、それぞれの現役時代のプレースタイルがねこの FIFA の中でも現れてましたね。さあ森崎さんはもうしてやったりの表情を何度も画面越しに我々見ることができたんですが、会心だったんじゃないですか。いやこんなにあの勝利が嬉しいとは思わなかったですねいやでももっとなんかお互い点の取り合いになるかなと思ったんですけど、やっぱりあの僕もそうですけど多分なおもだいぶ守備を意識してたんで結構硬い試合にはなったんですけど、まあでも本当楽しかったですね。石川さんは結構足技を見せようという意識は試合中を通して見えましたがそうですね、あの一番最初にもちょっと意味ないところでやったんですけど、あの心理戦でカズがもう少しガツガツ切ってファールとかあのしてくんじゃないかなと思ったんですけど、思ったより冷静でしたね動じなかったですね、言ってる割にはいや結構目の前で見せられるとどうかなと思いますが、いやあれ どうやってやるのめっちゃやりたいんよね俺も
ダメダメダメ、これダメ、うん、栗原さんにもちょっとこの試合振り返っていただきたいんですが、いかがだったでしょうか。おそらくですけど、カズさんはこそれんしてますね。うわ、そういうタイプだ。え、それなんか どの辺かなんかに感じました。いや、普通にうまいですということで、サンフレッチェ広島3対1 FC 東京を下した試合でした。お二方お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、次の試合、川崎フロンターレ対横浜 F マリノスの神奈川ダービーだったんですが、中村健吾さんが欠席ということで、横浜 F マリノスが不戦勝という形で決勝に進みます。まあ、でもいきなり本番だと栗原さんにちょっと酷だということで、栗原さんに練習試合をしていただこうと思います。ということで、まあ、せっかくなのではじめさん、どうしましょうね。まあ、今ね、敗れてしまったけど素晴らしいドリブルを見せてくれた石川選手にもう一回試合をやらせてあげたいですよね。そうですね、うん、ありがとうございます、はい、ということで FC 東京対横浜 F マリノスという形で練習試合を行いたいというふうに思います。森崎さん、この試合、まあ、どんなところを注目したいか教えてもらえますか。そうですね、まあ、次雄三とやるので、まあ、どういう戦いをしてくるのかっていうところと、まあ、なおは試合を重ねるごとに成長するタイプだと思うのでなおが今度どういう試合をするのか、そこも楽しみにしたいですね。栗原さんがどんな形で今回準備をしてきているのか、まあ、先ほどはね、栗原さんの目からは森崎さんがこそれんしてるというふうな指摘がありましたが栗原さんが果たしてどうなのかというところもガチ練したりしてる一番やってるでしょう、タイプ的に。さあ、その辺の成果を出していただきましょう。まもなくキックオフです。今東京ボールでキックオフがされました。三田が運んでいきます。さあ、守備の入り方がどうなのかというところも、ね、ちょっと注目ですが、まずはしっかり最終ラインから回していきます。おヒール使った。さあ、三田から右へ。あ、ちょっとでかいな。ここは抜けていきますが、うん、やべ。さあ、今度はエブリ入ってヒラトン、かなり長い距離を運んでいきます。逆サイド4人います。さあ、ここはチャンス、切り返しかけた。コース落下、中央に渡す。マルコス・リノから、あ、しかし岡崎奪った。そして阿部、あ、しびった。いや、しかしここも中が奪って、つなぐ。うわ、マルコスに入ってしまった。そして左足、おお、頑張れ、ただのセーブ。セカンド詰めるが、おお、なんとかしのいだあともうちょっとというシーンでしたが、さあ、そしてカシーフ、リアンドが左サイドボールキープ。 そしてバグナガでカシーフ。ああ、いいね、足出るねもうこの辺はこう使いながら、なんか若手の手応えを得てるというふうな、ね、うん、感じもありますよね。マリノスはここから人数出てくるか、ね、人が多いですよね、本当。どん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 前に前に、どのポジションも上がってくるので前に付けてないんですよ、ね、あ、浮かしたこれ明らかに、ちょっと待って、栗原さん、なんかおかしいと思いますよっしゃ、行こう。さあ、逆にカウンター、レアンドロドリブル運んで、いや、入ってきた、浮かしての、浮かしての畑中クリア。いや、大丈夫、人数いる。さあ、後ろは4枚残っています。しばらく運んでおいてから左右を見ています。マルコス・ジュニオール、エベル、マルコス、スルー、スルーしてきた。大木原、オフサイ、右振った、フラッグ上がった。オフサイドトラップかいや、たま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 、あ、いいカバーだな。しっかりとカバーをします。クレアさん、あとこのボール取った後の落ち着いて前に運ぶのが非常に上手ですよね。そうすると、この大きなスペース、中川、中川、中川、切り返し、よく出た、滑ったが、中央、前田大然、さらにマルコス・ジュニオールのシュート。守備硬いな、お互いすげえ
すごい練習の成果が特に守備に出ています。あ、ファール。さあ、しばらく運んでおいて。ダメか。おい。おい。あれ、流した。流したのか。そんなのあるんだ。おで。ファール。ここはさすがにバリです。まあ、いや、ちょっとこれ。パスか。さあ、壁は4枚。ちょっと駆け引きして、森重。無回転。あ、でかいなー。高いボール。帯が押さえています。うわ前田大然に入る。さあ左にスペースたっぷりあります。さあここからエウベルが行く。えぐってってそう中入りますが、おここはよく戻りました渡辺剛。うお危ない危ない危ない慌てちゃったマコパスしちゃったよちょっとヒヤリとするシーンありましたが、さあまだ前半半分過ぎましたけれども両チーム無得点です。いやちょっと浮かさなくていいな。結構競ってる展開になってます。中川抜ける。中川えぐって中に2枚入っていますが、岡崎そしてカシーフ運んでいきます。おー、ただ奪った。大木原そして中川中央へ。あー、ここは渡辺剛よく言いました。さあこのプレッシャーをかいくぐれればチャンスです。三田抜ける。あー違う。あー今違うと石川さんの声が浮かさなくていいっていうのを先ほども言ってたんですけどね。そういうことなんですよ、あーオープン。さあ大木原に入った。これはチャンスです。マリノス。ただディフェンス急いで戻る。抑え左サイドエブル。どうだ。オッケー。最後は畑野が抑えます。いやこれオーバーヘッドで伝えてきました。そこで出しましたか。なおそれいるいやもう失うもんないからさ今確かに練習試合です。マルコスジュニオル立てつける。さあ前田大然畑のセーブ。もう1回オーケーナイス。いや素晴らしいゴー。おここはしっかりと足技で返します。結構マリノス前から来ますんで、森重から走った。そう来た裏来た。さあ抜け出してここからディエゴ・オリベイラ。あーすごい硬い。うまい。うまいね。甘いボール。これはさすがの栗原さん前に引き込まれた。今栗原さん素晴らしい守備でした。真剣やん。もう何もあのリアクションが返ってこない。ティーラト行く。ティーラト。ダメ。よっしゃ。さあこのパスうまく抑えた。じゃあ浮かさなくていいって。今日3回目ぐらいですね。自分。なんで浮かしちゃうの。さあ小池から右サイドへ広げます。中川、ここは胸で動かしながらやってきます。抜け出して抜け出して中央2枚入ってる。わーディフェンス勝て。おお、ここで前半が終了しました。いい試合だな。わかりませんね。いや本当一進一退でしたね。シュートまでお互いいけてましたからね。いやガチで今勝ちにいってるつもりなんですけど最後のところは硬くてなかなか。なんか一方で石川さんの方がなんか気持ちちょっと遊び心あるような感じでやってるように思いますけど、これぐらいの楽しんでやった方がいいんですかね。でもちょっとシュートも少ないんで、まあ、チャンスもう少し作りたいですね。さあいよいよ後半のキックオフです。後半は F マリノスボールでキックオフがされました。おおそこあやばいやばい、アダが食いついちゃうから。海闇シャゴアリスですが素晴らしいルーレットを見せましたが、そして小池から右へ。やべ、おサイズチェンジのパスを重なっていく、うん、今度さあ早いぞ。ここはそのまま持っていって、あ最後タッチを切らした。なかなか戻る。そしてチアゴバルティンつないでティーラトン、エーブル。しかしここは強くいきました。さあ今度
お、ここもルーレット使う。結構足技出してきてる。しかし奪われました。石川さん、それ自分のフェイントで自分が翻弄されてませんか。そうですね、翻弄されてどこ行っちゃってんだっていう。さあここから中川が行きます。味方を待つ、血を渡して、おお、来た、サイド大戦。うまい、先制、F マリノス。あー、細かいタッチが。よく見るとゴール前で冷静でしたね。すぐシュートを打つんじゃなくて、若干左に抜けてこうシュートコース作ってからシュートと、パスを出すようなシュートで決め切りましたね。非常に静かな栗原さんがとっても気になるんですけれども、得点決めてももう完全に入ってますね、これ表情が。なんか話しかけていいのかどうかぐらいの感じの雰囲気になってるんですけど。これまだ決勝じゃないですよね、これ。明らかにガチモードです。多分これこそ連どころの詐欺じゃないですね。これ毎日やってました、これ確実に。さあ、荻原からエブル、おお、サイドチェンジ、おい、中川、そしてマルコスジュニオールから右サイド広げて、かなりいい連携プレーができてる。えぐってって中川クロス、うん、渡辺さん、うまくなんとかセッターバッククリアをしました。さあ、アダユートンがしばらく運んでいきます。さあ、ここから見せどころなんですが、どうしますか。アダユートン引きつけた、お、抜ける、抜ける、もう一回切り返し、強い。いやー、しかし、アンドバルチン強い、硬いな。いや、石川さん、なかなか最後割れませんね。そうですね、最後のところやっぱ冷静ですね。いや、栗原さん、本当にちょっとリアクション欲しいんですが。顔色変えてないから。さあ、そのまま行った。お、チアゴバルディス、ここも守備、黙々と守備職人でようにボール取り続けますね。もう俺に振ってくれるなという、そんな感じのオーラを感じておりますが、我々。マルコスジュニオール、さあ、ここはチャンスか。チをつないで荻原、オーケー、うん、ここはカシエフ、よく絞っていました。渡辺選手から今度は右へ、岡崎がさらに右広げていきます。内田、お、かわした、血を入れて、アデュートを裏抜ける。さあ、ここは今度は見せどころ、あー、ね、あー、フラッグだ。いや、石川さん、惜しかったんですけどね。そうですね、ちょっとあそこうまくタイミングを分かってたんでね、出しちゃったんですけどね。まあでも、ポンちゃんにちょっとボール集めたいんですよね。まあ、とにかくやっぱりサイドのこだわりというのをね、今日感じますね。さあ、ここから森重、内田で呼び込んでいる、来た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 。さあ、このそのまま持っていくか、えぐって、あー、っと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 、やりきれない。畑中対応していました。で、ショートコーナー、内田に預けて、あ、ちょっとでかいな。さあ、また今度に入る、森重、ワンタッチ、いやー、硬い。畑中がいました。いや、本当に守備の組織の作り方、セットプレーの時もそうですけれども、本当にこれ栗原選手いいですね。そうですね、栗原選手本当にこう飛び込むところ、ここもね、一回守って前に行って、その後また引き直すとかっていうところ、この辺の距離感とか抜群ですね。さあ、シュート、いいや、今一つ決定機作りました。そうですね、いいフリーランニング今してくれたんで、そこのスペースが空いたんですよね。さあ、75分を経過しています。1点リードの横浜 F マリノス、栗原選手、一方 FC 東京石川選手は点欲しいところ。いやー、おお、奪った。さあ、カシーフ中央へ、レアンドロ、おー、ファウル、ファウル、どうだ、おお、ノーファウル、そのまま行く、そのまま行く、切り返しかけて、あー、シューターブロック、チアゴマルティンス、カバーが早い。そして小池戻っています。でもこの辺ですね、あ、とっとっとっと、危ないぞ、アデュートン、うわー、マジか、チアゴすご、いやこのスライディング空振ってしまった、完全に抜け出された、前田大然、あ、危ない、うお、カシーフ戻ってた。さあ、渡辺選手前に入れて、岡崎、
内田から右に広げて今度おお一人抜いた。さあここはチャンス。切り返す。切り返す。もう一回。あ、やばい。抜ける抜けるシュート。いやー。ボビが抑えました。危なかったな。いやなんかサイド割れそうな雰囲気あるんですけどね、安住さん。そうなんですよね。ただその行った後のセンターバックのカバーの速さというところがね、栗原選手ありますね。さあエーベルから逆にマリノスチャンスを迎える。うん、もう渡辺剛潰して内田が定期的にこう深いそれがいきなりグンって出てくるんですよ ね。さあ右に広げて内田、なんとか今度を使おうという意図はすっごく感じるんですがさあ今度足技見せる見せる、抜いてく抜いてく抜いてく。さあここから浮かしておお、ルーレットで前入ってシュートへ。いやちょっと遠い、右の正面遠い。ああ甘いが来た。やばいやばいやばい。おー、ヤンドロ血を入れた。シュート、アダリトン、もう一回。やばいやばい硬い。終わった。終わったと。これで試合が終わりました。練習試合でありましたが栗原さん勝利でございます。いかがでしょう。なんか集中しちゃって。本当だよ、全然喋れないの。感想だけはちょっと一言いただけますか。そうですね、まあ結構攻める時間多かったんですけど1点しか入れられなかったんですけど、やっぱその辺は奈緒くんの硬い守備があったかなと思いました。硬かった。硬かった。最後の最後で体投げ出してきたんで、ということで FC 東京対横浜 F マリノス練習試合0-1、栗原さんの横浜 F マリノスが勝利という結果に終わっております。さあいよいよ決勝戦を迎えます。横浜 F マリノスそしてサンフレッチェ広島の一戦ということになりました。森崎さん、試合を前にして意気込み一言お願いいたします。いやまあここまで来たら最後勝ってトロフィーを広島に持ち帰りたいですね。ありがとうございます、力強い一言いただきました。そして今度は練習試合ではなくまた本番の試合なんでより気持ちが入っているであろう、横浜 F マリノス栗原雄三さんです。栗原さんいかがでしょうか。いやもうさっきは正直直君との戦いじゃなくてコントローラーとの戦いしてたんで次はもうバッチシいけます。この試合前にコントローラーを慣れている仕様に設定を変えたという。逆に俺が恥ずかしいわ。いや怖えな、怖え。いよいよ決勝戦スタートということになります。今前半のキックオフです。さあいきなりもう試合がスタートしていまして、フォーメーションどうのこうのの前にもう行きましょう。野上がボールを持ってます。右サイド白のユニフォーム赤いショートパンツが、サンフレッチェ広島。縦にくさびを打っていきます。ドーグラス・ビエイラボールキープ。やっぱり結構くさびをちゃんと弾さん打つんですよね。そうですね、そこでしっかり守り味方の上がりを待ってから攻めるというところで、あとは広島また最初は4バックからスタートしましたね。さあここはファウルがあって最終ラインからのフリーキックでスタートしています。ティエラトン、そして畑中、チアゴマルティス、どこの辺からこうプレッシャーかけるかも注目。さあレオセラ、新戦力にもボールが来ました。そして中川、いやうまい、この辺スラロームしてきた中央へ前に。いやうまい、違いを見せつけました。やばいよこれ、本気出されたら勝てねえよこれ。大勢乗ってますからね今。乗ってるね。これちょっと森崎さん大変な入りですよ。やばい、余裕がなくなってます。明らかに余裕がなくなっている。あ、フラッグアップしてない。浅野が行く、浅野が行く、浅野えぐってきた、中央へシュート。いやーすごい、いい勝負、すぐ追いつきました。いや触れなかった。左の拳を突き上げます森崎和幸。いい勝負だ、いい勝負だ。すごい、はずめさんいきなり動きましたよ。いきなり来ましたね。なんかね、先ほどの2試合は結構硬い試合だったので決勝はさらに硬くなると思ったら結構オープンになりましたね。さあお互いに一発挨拶代わりのゴールを決めてどう作っていきますかね。松原か右へ中川、
また中川がサイドをえぐっていきます。おー、ここも足技見せる見せる。ああいうキックフェイントもしっかり分かってますね。そして松原から中央、中川、おー、ここも見せる。マルコス・リオから入ってレオ・セアラ、おお、ここは素晴らしいブロックありました。青山、縦入れるジュニオル・サントス。いやー、よしよしよし、うん、ここはティーナとしっかり絞っています。よしよしよしという大きな声がありました。だいぶイージーミスだな、今誰戻れよテル。青山から縦パス、ドーグラス・ビエラに入ってジュニオル・サントス、左広げて森島、少し時間を作ります。で中に入ってきたジュニオル・サントス、あ、いいキープですねこれ。時間作った青山、大幕つないだ川辺、足技を使 う, う、わわわわわ、そして右サイド流れて切り返し、どうだ、いや、おー、固い、ここはいいディフェンスされました。いやー、そしてウーベル、カウンターシチュエーションだ。抜けるか、3対3の局面からそのまま持っていく。中央には2枚入ってきているが、うわ、入った、クロス、ボールの波です。マリノさん、ね、こういったカウンターの時人数が一気に上がってくるのでパスコースが相当多いですよね。さあ前田大然からマルコス・ジニオル、中央入れた、エブル落としてレオ・セアラ、左足、いいセアラ、大迫、いや決定機でした。結構前からはみにかな、いやもうコースないですからね、すごいな。さあここでワンタッチを使いました川辺、やばい、いいボール、サントスから右サイド野上、フラッグアップなし、そのまま行きます。お、野上から中央つないで浅野、浅野、危ない、いやー、よく戻りました、松原、絞ってました、勝てーな。キックフェイントでね見せたんですけども、そこにしっかりね栗原選手は対応してきましたね。さあ今度はエーベルが運んでいく、中央には1枚入ってますが、あ、いい対応、ディフェンス、なんか一点守備が安定してきましたね、両チーム。そうですね、なんかこう相手がやりたいことがだんだん分かってきたんでしょうね、この短い時間の中で。いや、さすがの修正力です。いい、ジュニオル・サントスから森島、ここもサイド追い出していく守備を見せます。今ちょ、ね、今誘導でしょ絶対。今誘導いたよ絶対。さあ森島のフリーキック、まあ、近いところに来るからしっかりマークついてますからね、かなりしつこく青山についていました荒木。青山から左出して森島、さあここから先どう入るかです。青山、壁、硬いブロック、いや硬いね、勝てディフェンスで前田大然、おお、青山カット、さあ逆にひっくり返せればチャンスになる、ジュルサントス、わー入れて、ドーガラスピエラ、足元を使う、そして中央に出すジュルサントス、オビがセーブをしました。オビ、いや、いい、いや、でもこれ森崎さんもいい作りやってますよね。そうですね、あそこのバイタルで持った時のうまさ、ね、キープしてからシュートまでが本当流れるようになってきているので、これ得点近いんじゃないですかね。なんか明らかに前回 の, あのトーナメントの時も両方うまくなってる気がするんですよ ね, すよね。絶対練習してるだろうって感じですよ ね, ねさあ中央入れてレオスヤラ、さあ前田大然ボールキープ、オフサイド、右広げて、おー、レオスヤラのシュート、オフサイドなかったです ね, なかったね、コーナーキックです。セルフジャッジしちゃダメだね。ヘディングでクリアをしていきまして、強い、さあジュニオル・サントス、あ、裏走った、あ、チャンスですが、あ、タイミングどうかな、いやマルチンス狙ってはいましたね、今ね、ちょっとタイミング合いませんでしたが、松原が行きます、しばらく運んでって、いやヨセラから右、いい、ここ角を取って中川のクロス、中央へ、佐々木、さあ間もなく前半終了という時間帯、東が上がっていきます、少し内側のレーンから、ナイスボール、そして森島に通ったチャンス、ドーグラス中に入ってきました、さあどうする切り返しかけて、あ、しかし松原のディフェンスです。守備勝てよ。なんかディフェンスの1対1強いっすね。そうですね、抜かれてもその後にすぐカバー行きますから ね, ねえ、お、さあ今度は中川、時間はおそらくラストプレーです、打ち切れるかどうか、いい、あ、佐々木翔のディフェンス、
前半終了です。いや一転して守備の展開、キックフェイントが通用しないな。なおもうコメントが現地のサッカーそのものですからね。あの前半と森崎さんが変えるかどうか、先ほどの試合と含めてちょっと気になるところでありますね。どんな考えなんでしょうかね。いや、それはちょっと教えれないですね。ガチだ。やべ、キーボー入れるの忘れてた。ベンチに。いや、監督のミスだ、こりゃ。さあ、いよいよ後半のキックオフ、広島ボールでスタートをしています。白と赤が広島。一方、青と白、こちらがマリノスです。あ、やべ。おお、ちょっと危ないボールになってますが、おお、野上よく戻しました。おお、前から狙ってる前田大然ですね。あそこプレス怖いですよね。そうですよね。このカード本当にそういうシーンありましたからね。そういえばリーグ戦も 3-3 かなんかだったんですよね。そうなんですよ、すごい打ち合いでしたね。あ、こういう感じ、こういう感じ、やっちゃった。前田大然、青のキーパー大迫がセーブをしました。さらにもう1回、うわ、マルコシリオール、おお、佐々木翔だ。おお、危ねえ、前の壁がすごい。危なもうこれ多分心からのコメントですね、今のね。さあ逆にチャンス来るか。ハイネルを入れています、後半から。森崎さん、そうですね。さあ浅野から、浅野も入れてますね。ハイネル、ジュニオルサントス、ボールキープ。強いんだこいつは。わあ、惜しい。おお、まだあります、マルコス・ジュニオールから前田大然、左のサイドを使っていく。さあここからエーベル、地上にも走り込んでいる、2人入っていますが時間を作った。後ろから松原、立てつけた、中川、おお、どうだ、フラッグはなかった。オフサイド、オフサイド、オフサイドか。今そこじゃなかったのよな。ここですね、森崎さん、まだね、後半から3バックに変えてるんで、ええ、ここが生きてきますよね、ウィングバック。さあ、そのハイネルを使っていきます。言っちゃいけないです、言っちゃいけないですよ。いやいや、すぐ回れるから。さあ、ハイネル、ジュリアサントス、おお、なんだなんだ、痛めた、痛めた、あ、やばい、痛めたな、ちょっと接触の接触、痛めた、どうでしょう、頑張れよ、大丈夫でしょうか。キーパー外したぞ。大丈夫でしょうか。大丈夫です。上がれ上がれ。何これ動かすの。どうなった。フリーズしてる。多分これはこう復活したじゃん。ああ、よかった。ちょっと一瞬、あの、全員心配しましたけどね。キーパー2人使わねえと思って外しちゃってたら。危ねえ。こういったことも起きますが。ジュニオルさんとつないで、お、右サイドからまたハイネルが入ってきた。ハイネル、ハイネル、サイドボール、浅野がイラストしてつないで、ジュニオルさんとつかむ。広島勝ち越し。いや今ちょっと人数多かったですね。さあここで栗原さんが形をどうやら変えていくようです。もうこれで栗原さん行かなきゃいけなくなりましたからね。やっぱ3枚ならしっくりくるのか。どうですか、その辺は。森崎さん、もうなんかかなりしっくりきますね。お、体に馴染んでる感じがするんですか。馴染んでますね、やっぱ。さっきも後半ね、3バックにしてから明らかに変わりましたからね。さあ続いていきましょう。マルコス・ジュニオール、ボールキープ。エーベル、シアゴマルティネスが右を使います。中川へ。さあ松原が縦つける、前田大然で左が空いた、うん、さあここからエベル、お、足技使っていく、足技使っていく、いや、しかし野上のディフェンス。ハイネル、中つないで川辺、お、くさび入って、ジュニオルサントスから森島、左役、ここ。さあ東が上がってきた、東が上がってきた、そしてそのままどうだ、シュート。帯がセーブをしてコーナーキック、浅野ボールキープ、東から、お、中央、佐々木翔だ、
いやいいディフェンス、お高のディフェンス、エブレ。さあ時間も後半半分を経過しています。あとはちょっと栗原さん、時間との勝負というところもありますが、そうですね、エブレ攻めないと、さあ攻めないとというコメントがありました。いいよ、おお、かわしい。ちょっと荒いプレーが出てきましたね。前返しジュニオルサントス、そして壁右サイドに広げてハイデルのクロス。おお、オナギがここまで戻ってる。フォワードがここまで来ていました。森島のボール、強いヘディング、うん、ジュニオルサントスでした。ちょっとなんかもう変えてくるね。なんかおかしいなと思ったアドがサイドバックやった。本当だ、なんかいい戻りだな、フォワードなのにと思ったら。やばいこれ、あーできない。無駄に交代する。これはそんなことあんの。イージーミス、イージーミス、やばいよこれは。長谷さん、ちょっと予想外の展開ですね。そうですね、ちょっと監督、栗原監督のイージーミスがちょっと、あれ、おなり前に行きましたね、大丈夫ですね。そうですね、はい、あ、これでなんとかなりそうだ。やこれで3バックに変更しています。さあもう時間があと20分というところまで来てますんで、マルコス・ジュニオル、さあお題は先ほどまではサイドバックでプレーをしていました。ここから中川、中川ドリブル、ボールキープ、後ろからエーベル、高野ワンタッチつないで大前、いやパスパス。安定してるな守備が、数はね。やべやべやべ、ここは奪ったぞ。やべやべやべ、おお、前取った、チャンス、さあシュートできるかどうかですが、おいったいったいった、中央へ、前へ、前へ、前へ、来たー、落ち着いてるわ。いや大前乗ってるわ。おいや、素晴らしいシュート、同点追いつきました、 F マリノス。いい勝負だな。いい勝負。さあ残りこれ10分、お前から追ってきますね。アド、俺サイドバックじゃねえがって言ってきた。気合入れて前から行きますよ、あれ。そうですね。さあ、青山ワンタッチ、ジュニオルサントス、おお、いい感じでつながってくる。浅野、足技使って、ジュニオルサントス。おー、決めた。シュート、おー、ナイスセーブ。ナイスセーブ。さあ、さらにコーナーキックチャンス、グランダーで森島通していって浅野、浅野シュート、ーファインゴール来ました。広島勝ち越し。ぽいね、このシュート。いやーぽかったね、今ターンからの。いやー、これは素晴らしいシュートでした。そうですね、先ほどね普通にクロス上げてきたので、逆に足元というところでね意表をつきましたね。さあもう栗原さん、時間ありません。やばいっすね、ワンチャンス、ツーチャンスで決めきれるかどうか。高野からさあエーブラ上がってきた、前線の上がりを待ちます、時間作って、さあそしてマリコス、ジュニオール、割ってく割ってく、おー、おー、コーナー、いやいや、ここで森島に入ってしまった、ヤギーキープ、うまい、時間のうまく使っていく、やばい。あ、そして独走許してしまう浅野だ、しかも浅野だ、ループ、ループ、OB よくやった、よく出てきたな。いや、エリアの外よく飛び出してきました、森島から。さあ今度はどうだ、うまい、いやもうアディショナル入ってる、時間ないぞ、攻められるか、攻められるか、時間がない。さあエブル前に預けたい、オナユ今2分台に入る、あー来た、これがさあどうだ、最後のプレーだ、高野が行く、高野が行く、切り返し中央へ、終われ終われ終われ、エーベル、エーベル、シュート、セーブスター大迫。熱戦はあと一歩
及びませんでした。サンフレッチェ広島3対2、いやー、森崎和幸選手の優勝という結果になりました。いやー、最後まで手に汗握る熱戦でしたね。リアルのサッカーそのものでしたもんね、スコア的にも。本当にいい試合だったな。ちょっと悔やまれるのはあれですかね、オナイワドがサイドバックだったっていう。いや、もう本当にこれ監督の差っていうか、もう気づかずにアドを右サイドバックでやらしてた、もう自分のせいでしたね。森崎さん、優勝おめでとうございます。いかがですか。いや、素直に嬉しいですね。まさか勝てると思わなかったので嬉しいのと、あとやっぱりその先失点したんですけど、失点してすぐに得点できたのが良かったですね。安藤さん、本当に熱戦極まりない、はい、そうでしたね。どのゴールも素晴らしかったですし、あの森崎さん実はコソ連とか言っときながら、あの実はあの息子さんとかと一緒にプレーしてたっていうのを伺っていて、で結構実はやってるらしいんですよ。あれずるそれはマイナス2ポイントです。マイナス2ポイント。ちょっとあのいや、しびれる試合でした。あの非常に羨ましくも思い、あのしっかり練習してまたこの2人にも勝てるように積み上げたいなと思います。まあ、でもこの今回の結果を見ると3人のなんか実力は長谷部さん拍手してる感じありましたよね。そうでしたね。本当にでもあの、ね、前回からどんどん練習を重ねることによってこの FIFA のポイントっていうのがだんだんつかめてきてるとは思うので、その中でもともとあるサッカーセンスがやっぱあるので、この後ちゃんとしっかり練習していけばかなりいいところまで伸びていくんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今日はもう本当にお三方素晴らしい試合ぶりを見せていただきました。決勝戦は3対2、打ち合いを制したサンフレッチェ広島、森崎和幸さんの勝利という結果になりました。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ということで優勝しましたサンフレッチェ広島、森崎和幸さんにはこちらでございます。こちらのトロフィーをお送りさせていただきますので、ぜひ受け取っていただければと思います。森崎さんから優勝のスピーチをいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。 OB となかなかこう集まる機会もないんですけど、こうやって一緒にできるのも本当に楽しかったですし、まあその本当にリアルにあの選手の動きとかそういうのがあのこのゲームの素晴らしさだと思うので、まあ、ぜひたくさんの方にあのやってもらいたいなと思いますね。僕もこのイベントを通して、すごいこの楽しさを、感じていますので、まあ、本当に多くの方に、やってもらえたらなと思います。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、練習の成果も出ましたんで、あの感謝の言葉もちょっとご家族に言わなきゃいけないですね。そうですね、今日はあの帰って息子にお礼言っておきます。ありがとうございます。ということでね、見事にサンフレッチェ広島森崎和幸さん優勝という結果に終わりました。では、まあ、せっかくなんでね、最後に一言ずつ皆さんからも、大会の感想を頂戴したいと思いますが、実はこのあと4月からですね、新たに始まるオープンシリーズの大会にもお三方参加されるというお話を伺っております。そちらに対する意気込みも含めてお話をいただきたいと思いますが、それでは栗原さんお願いします。そうですね、まあ、あのまた参加させてもらってものすごい楽しかったのと、今日に関してはマジで今までにないくらい悔しかったんで本当にガチの試合より悔しかったぐらい悔しかったんで、4月の大会にはもうちょっと練習してリベンジしたいです。はい、もう本当に気持ちが入っていたのは画面を通して我々に伝わりましたんで、ぜひ4月からの大会頑張ってください。ありがとうございます。そして石川さんいかがだったでしょうか。はい、ありがとうございました。結果はね、非常に残念だし悔しいし、有造以上に僕は悔しいと思います。ただあの這い上がるしかないし、あの一番、底辺にいるので伸びしろだけはあるかなというふうに思いますので、ぜひあの自分のスタイルと、FC 東京のスタイルを前面に出した中で勝負にこだわってまた結果につなげていきたいなというふうに思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
もう本当に攻撃東京のスタイルはね、遊び心十分にこう伝わってきましたんで、それは皆さんにも伝わったんじゃないかなというふうに思います。さあ、そして最後、森崎さんにも4月の大会の意気込みを伺いたいと思います。いや、まあ本当今日はたまたま勝てましたけど、なんかこう別に決して僕が強いわけではないので、あんまりこうハードルが上がってもなっていう思いとまあただ僕もまた練習して、なんかもっと上手くなれるように、頑張りながらまた参加させていただけたらなと思います。まあ、今日は本当にありがとうございました、はい、というふうにもうお三方ガチで、まあ、楽しんでいただいたというか、もうガチでやったというかね、そんな感じでしたね。そんな感じの大会でしたが、はぞめさんからこの大会全体を振り返っていただきたいと思います。はい、もう本当に現役さながらの、ね、白熱した試合の数々で、ね、こちらも、ね、手に汗握る展開が多かったんですけど もう本当に、ね、3選手ともこう試合を通じてどん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 上手くなっているので、このオープンシリーズも含めて今後もどんどん上手くなっていく姿を、ね、追いかけていきたいなと思いますし、他のクラブの、ね、OB の方とかも、ね、ぜひ声かけていただいて、一緒に、ね、この FIFA シリーズを、ね、盛り上げていってほしいなというふうに思っておりますので、今後ともぜひ頑張っていただければと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。PS4 トーナメンツオープンシリーズのご案内です。 PS4 トーナメンツオープンシリーズ、オンライン上で開催されるゲーム大会です。全国のプレイヤーと腕前を競い合うことができます。でそこにはもしかするとレジェンドのお三方もいらっしゃるかもしれないということになります。この PS4 トーナメンツオープンシリーズは毎週オープン予選が開催をされまして、各予選のトップ16名のプレイヤーが月末に開催をされますマンスリーファイナルへと進出します。オープン予選期間中何度でも参加可能です。日本一の名誉を勝ち取りましょう。エントリーはゲーム内の PS4 アカウントを連携するだけで簡単に行えます。すべてのプレイヤーが楽しめる PS4 トーナメンツオープンシリーズ、今すぐエントリーをしてください。お三方もぜひ早めのエントリーと練習よろしくお願いします。ということで今回の FIFA フェス座談会およびレジェンズカップは終了となります。本日はご視聴いただきまして、そして一緒に応援をいただいて、とても盛り上がり楽しいイベントとなりました。本当に皆さんありがとうございました。またの機会にお会いしましょう。皆さんごきげんよう。さようなら。